タイプルームそもそもチームビルディングでボランティアサンダーだったのかな、なんで強制労働になるんですか。僕はなんかボランティアでそのやりたくない人にはなっていいの。2年前に1回もやったじゃないですか。みんな知らないですけど、入ったばっかりの人でプログラミングできないから IT の仕事がアサインできるんですよ。最初の頃はレストランの運営とかなんかやってみましょうかってもう一体に来ちゃったんで、もうないです。でなんかとりあえずチームビルディングでチームで何かやって、でなあれの最大の理由はリーダーを発見することなんです。あのリーダーシップを発揮した人は誰なのかっていうのをずっと見てます。でなんかあれで、1万円とか言ってますけど全部ボランティアですから1万円もないですし、でしかも KIT ポイントでポイントがないです。それは決めてない、ポイント承認してないよ。KIT ポイントってレオ先生が決めることはできないんです。レオ先生には KIT ポイントのアサイン権限は全くないです。ない。ボランティアじゃないと、あの学生さん、1個上の学生さんがリーダーやってますよ。で、その人に、チームビリングなので参加したくない人は参加しないようにしてくださいっていう学生さんには言ってます。違いますよ。新入生のリーダーの組織。これなんかリーダー候補を発掘して、でその人にいろいろ頼んでってっていうような仕組みなんですね。でも3ヶ月もなんでやってるんですか。普通1ヶ月で完成しないんですか。なんでそんな時間かかったんですか。全然そういうことは問題ないです。全然チームビルディングなんで、別に遊んでてもいいし、遊ばないようにやろうって言ってもいいし、ここでずっと待ってる必要もないです。チームごとに、じゃあ、今はできるからやってみようみたいな感じで。